こんにちは、しょうしこです。こんにちは、きよです。はい、今回はですね、夏にぴったりのですね、はい、かき氷とソフトクリームをかきたいと思います。はい、それではきよ先生、よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、頑張ってね。はい、では私はソフトクリームを担当いたします。はい、まず白いソフトクリームを目立たせたいので、うん、ブルーをつけて、はい、夏空を描きます。夏の空ね。はい、はい、今群青色をつけています。しっかり濃いくね。はい、上の方を濃くして、うん、こうやって何回も何回も塗ります。うん、これしとかないとね、いっぱいつけとかないと薄くなっちゃうもんね。そうなんですよね。これ画用紙はがきだからね。はい、下薄くね。はい、下の方はこうやって水だけで伸ばしています。はい、はい、このくらいでいいかなと思いきや、もう一回するの私なのでごめんなさい、ね、いや僕もこのくらい濃くしますよ、空だったら ね。はい、そうですね、はい、では、はい、ティッシュペーパーで、ティッシュ、はい、丸めて、うん、雲の雰囲気を出したいので、おお、いいね。なんとなくね、なんとなくね、もういいかな、このくらいで。いいと思いますよ。いいね、うん、はい、では乾かす。あ、いい感じだね。うん、うん、いい感じになったと思う。乾いたらいい感じになりました。よかった、うん、じゃんじゃん。またこれ綺麗に切り抜いたね。ねえ、ね、すごいね。美味しそうでしょ、この形、うん、これコーンっていうのかな。そう、コーンです、うん、ここまでね、うん、美味しいんですよね、ソフトって。ソフトクリームって言わなくちゃいけないか、うん、そうね、ね、うん、こうやってね、トン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 とこうやって叩きます。はい、はい、もう皆さんお分かりですよね、うん、なんとなくこれでどういう風に仕上がるかっていうのも分かると思いますが、はい、ほら、おお、思った通りでしょ。サクサクのコーンだね。はい、そして、うん、今日は、うん、いっぱい使いますから、うん、100円のアクリルで。ああ、なるほど、はい、そう、もうね、100円でいいね、これはね。もう、はい、いっぱいね、ベタっとつけますよ、開けて、はい、下の方からもうべっとりですね。そう、ソフトクリームを自分、うん、ご自分で作られる方、うん、ね、わかると思いますよね、こう巻いた感じ、はい、巻いた感じね、うん、くるーっと巻いた感じを表現するために少し丸い感じで左から右からと描いていいと思います。なるほどね、やっぱ空を描くと白が映えるからね。そう、そういうことかね。バックにブルーをつけたかったんですよね、うんうん、いい感じ。なんかこう波平さんの波平さんの髪の毛じゃないですかねこれ。俺もそのうちこんな感じになるのかもしれない。ならないようにしてください、ね、そうだね。そしてソフトクリーム、見える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 。でもこれにね、ちょっと影つけたいの。あの藍色で、藍色を薄くお皿で溶いて、うん、そしてちょっとね、影を重なった部分だけをつけていくんですよ。なるほどね、うん、そしたらこう巻き巻き巻きってした感じがね。影を入れるとそういう風に余計見えるね、うん、すごいすごい、いいと思う。ほら、こんな感じです、うん、はい、できたね。いや、まだコーンをね、まうん、美味しく、コーンをもっともっと美味しくしたいから、ちょっと待って。十分濃い、美味しそうだけどね。もうちょっと待って、うん、コーンにはね、いろんななんかこう模様があるのよ。ああ、うん、模様描いてるとね。そうそうそう、なんか色がつかないよこれ、ちょっと。あ、でもなんかこうコーンの、いや待って、うん、もうちょこっと濃くすればいいんだ、うん、ほら出てきたね、いい感じ。なるほどね、うん、ここ交差します。はい、こうするとほら、なんかコーンの雰囲気が出てきましたよ。こんなになってるね。はい、確かに。ね。すごい。はい、出来上がりました。はい。
志子先生は、うん、ソフトクリーム何味が好き？やっぱバニラですね。だよね。はい、それではね、うん、言葉をお願いいたします。はい、頑張ります。それでは志子先生お願いいたします。はい、かき氷のですね、いちごミルクですよ。この間食べたね、うん、今日はね、美味しいやつを書くよ。お願いしますよ、うん、たっぷりかけて、うん、まず勾配だね、勾配。そう、これはいちごのね、うん、美味しい、あれなんて言ったらいいの、なんちの何いちごのソースって言っていいのかな、なんだろう、ああ、いちごのこう上からかけるやつ、うん、もういいやそれは出てこないやあのね、これでね、うん、この上に溜めた状態からティッシュでね、こうやって取るんですよ。となんとなくね、あ、いいじゃないですか、この上のが濃いのがね、いい感じになるんだよね、うん、本当だね、うん、うん、しっかりかかってる感じがわかる、うん、で、これでね、一回乾かすんだよね。はい、はい、うん、ね、なかなか乾かないんだけど、ちょっと食べてみて、おー、いい感じに食べてきた、うん、ばやばいやばい、これやばい、これうまくいかなかったけどな、これやめた方がいいですね、うんうん、ちょっと伸ばします、これで、ね、後ろから伝えると元戻るね。はい、これで OK です。はい、はい、今からね、うん、何を描くかというと器を描きます。はい、で、何色、アサギと白、うん、アサギと白を混ぜて、ちょっとガラスの感じっていうかな、うん、雰囲気を、透明感ね、うん、ちょっと、うん、ちょっと分厚い容器っていうかな、うんうん、そういうのを表現しようかなと思って、できるかな、こんなのに入ってんだよね、いつもね、うん、いや、あの福岡の方の、うんうん、かき氷屋さんの器ってこんな感じなんです、うん、そうなんだよね、皆さんのお宅はどうですか、うん、地方によって違うかもしれないよね。そうですね、うん、こんな感じで入ってたよね、うん、そう、こんな感じでしたね、うん、福岡は1600円です。1600円、それは、皆さんのとこは、うん、多分福岡の方では1600円めっちゃ高いですよね、これって。すごくいい、なんかおしゃれなとこだったからね、おしゃれなとこだからね、うんうん、こうやって少しちょっとポイントを入れながら、ガラス あの白を残しながら光を少しね、うんうん、表現するっていうのも大切ですね。あ、なんか本当透明感があっていいね、うん、アサギと白なんだ。そうなんですよ、うん、なるほど、うん、そしてね、うん、かき氷といえばね、うん、やっぱりね、練乳、練乳ですよ、ね、練乳だよねこれ100均だ、130円の出らんのよ、うん、なんで130円ので今日するん。130円のがないからだ、ね、よ。あ、違う、ごめんなさい、今間違ったね、私ね。なんで？アクリル、これ100均のでやってんだよね。そうそうそう。なんで100均のでやるのよって言いたかったのが、130円のでやるのよって言ってしまっちゃった。うん、気づかなかった。気づかなかったですよ。うん、一生懸命書いてるから分かんないよね、うんうん。ちょっと練乳ってくるくるって上から
ダラッと垂らすのかな、まあ両方くるくるくるダーダーダーって感じ。難しいな、一応こんな感じに。でも見えるよ、ちょっといい感じ、美味しそう。ちょっとケチケチっぽいな。そんなことない。じゃあ1000円のこれは。そうね、うん、1000円にしちゃおう、うんうん、中に多分ねアイスクリームが入ってんのよ、うん、これ。そう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 、ね、でガラスのところにちょっとね浅葱色でちょっとガラスの雰囲気を出します、うん、あこうするとより一層いいね。そう、うんうん、これ、はい、どうかな、食べれるようにしてください、うんうん、スプーンをね、私も食べたいわ。スプーンを入れます。はい、お願いします、はい、あもう突っ込んでるんだ。もうこうやって、ね、突っ込んじゃ、うん、突っ込んじゃった、ね、突っ込んじゃったらおかしいね、うんうんうん、こんな感じに。もうね、氷の中に入ってんのね。そうそう、うん、じゃあ、どうぞ召し上がれ。ありがとう、はい、じゃあ、お願いいたします、はい。